もう拍手ががりりみませんよ、ね、ありがとうございますとっても豊かなこう会話があるようなご家族だなってすごくこう思うんですけどそういうご家族の食卓ってどんなとこだったのかなっていうちょっとそこに、ねあのー、質問を移していきたいんですけど安倍家はどんな感じで食べてたんですかそれこそちっちゃい時いやでもみんなで,みんなで基本的にはみんな食べてましたまもお兄様含めてはいでも まあでも結局、なんかこう話してるとまあそういう柔道の話になるんだよねだだだだだ変わっていくのでうんまあ結構そのスポーツまあ柔道について話してったかなっていう印象というか思い出はあります、ね、なるほどねやっぱりこう兄弟でおかずとか争うんですかいや、それは全然あの、結構その 品数も多くて、まあ、結構昔から栄養の部分っていうのはしっかり野菜を食べてっていう、うん、そのバランスっていうのはすごい考えてくれてたしうん、なんか量もすごいなんか多かったイメージどちらかというと本当残るぐらいの量があったなっていうイメージですねなるほどねだからそういう取り合いとか喧嘩と一切なくおおなるほどあとねもう一個ちょっと聞きたいのがですね のの味噌汁ってどういういもんなのかなかと好きな具って何すか私はじゃがいもと玉ねぎが入ったおみじゃがいもと玉ねぎ一二三さんはいやでも僕も一緒ですあやっぱそうなんだね、はい、結構それがよく出てきてたと思いますへえなるほどじゃあご家庭の味の一つにはその味噌汁が結構あったりするんですねうんそうですね味噌汁だったり まあ僕は結構卵焼きとかはやっぱ高校生の頃とかお弁当作ってもらっ、うん、あ中学生、高校生の頃ってお弁当を、はい、だからまあそういうイメージは結構ありますな歌さんはなんかそういうのイメージとか印象深いものってありますか、えー、父が結構、旬のものをいつも入れてくるんですけど、えーまあ、常にあ,あるのはほうれん草うがいつもあるんですけど。うん 食べ絶対に食べろっていうふうに言われます、ね、あスポーツするにあたって食べることってすごい大事やっぱ体っていうのをしっかり作っていってトレーニング練習強さっていうのにつながってくると思うので、うん、食べることが多分嫌いだったりっていう子もいると思うんですけどしっかりこうご飯を食べて力栄養っていうのをつけて本当にその練習だったり勉強だったり。 頑張っっっててていいいいいなううのはすごい思ってますすすごご思ままありががとうございます宇田さんいかがですかでそうですね本当にあに私たちの家族もそうだったんですけど食卓の時間っていうのを本当と有意義な時間にしてもらって、うん、やっぱりこうだんだん年が上がってくれるにつれ食卓で集まって話すっていうことがなくなってくると思うので小さな頃にしっかりお父さんお母さんと どんなことを将来成し遂げたいのかとかを、うん、職を通じて食卓の中で話していただけたらなと思います。